We always get the planet.はい、皆さんこんばんは。ということで、今日はですね、まず報告があります。で、多分僕が今日多分ずっと喋ってる動画なので、ちょっと倍速にね、こっから内容喋るところから2倍速かちょっと分かんないですけど、ちょっと倍速で行かせてもらいたいと思います。多分つまんないんでね、僕ずっと喋ってても。はい、でこう聞いてほしいです。最後に、この動画を最後まで見てくれた方には、最後の方に、動画の最後の方に特典がありますんで、このオンラインスクールに関しての。なんで飛ばさずに最後まで話を聞いてもらえれば、はい、特典がもらえると思うんで、最後までご視聴お願いします。はい、でまずですね、僕白子ティモシー、オンライン GK スクール始めました。はい、でまずね、これ始めたきっかけなんですけど、一つ目は、ゴールキーパーコーチが日本で、まあ多分世界でもそうだと思うんですけど、やっぱり少ない。はい、で多分小学生、中学生、高校生でゴールキーパーコーチがいなくて伸び悩んでる選手とか、なんか楽しくないっていう選手が多分たくさんいると思うんですよ。でまずはそういう子たちを僕はサポートしたっていうのがあります。で、僕の経験談なんですけど、僕2021年度、22年度ですね、ちょっと忘れちゃった、すいません、に、北海道十勝スカイアースに所属してまして、でその時に幕別札内スポーツセンターで僕は普通に働いてました。で、そこでは、幕別札内スポーツクラブっていう、クラブがあって、サッカーを、まあ、サッカークラブですね、はい、がありまして、まあ本当3歳ぐらいの子から、中学生まで、いまして、で、僕はもうアシスタントコーチとしてもう全体を見るっていう役割だったんですけど、その中でたまに3年生をね、こうフルで教えてたりとか、小学3年生をねしてたんですけど、ゴールキーパーのに、ゴールキーパーのことを教えないっていう、もうちゃんとしたアシスタントコーチなんで、はい、でその中でサッカークラブのゴールキーパーの子たちは、僕はゴールキーパーをやってるっていうの知ってるんで、ゴールキーパー教えてくださいよってずっと言ってきてたんですけど、多分1年間ってほんのちょっとしかゴールキーパー教えてあげれなかったんですよね。なんで、まあ、やっぱりそういう子たち、まあ多分地方の子、地方に住んでる人たちってやっぱりそのサッカーの需要、まあ、人口とかも少ないと思うんで、やっぱりそのゴールキーパーのコーチも絶対少ないと思うんですよ。で、まあ、そうやって伸び悩んでる子たちをこう少しでも助けるってなった時に、まあ、クリニックとかね、そういう地方で開ければいいんですけど、ゴールキーパーコーチとしてね。でも僕も今まだ現役でサッカーやってる中なんで、まあ、やっぱり時間がないと。なので、じゃあオンラインで、オンラインならどこでも通じ合えるということで、オンラインのゴールキーパーサッカースクールを、することに決めました。はい、で、メニューですね、どういった内容でどういったことするのっていうところだと思うんですけど、まずはじめにオンラインなので基本的には対話になります。はい、で、メニューは3つあるんですけど、まず1つ目が、これが、グループセッションになります。月会費5000円を、はい、5000円ですね、を払ってもらって、月に4回、まあ、言うたら週に1回ですね、の、まあ、オンラインで、45分、はい、45分、5セッション、ね、こう、じゃあ、どういったところが、課題で、じゃあ、次こういったことしたらいいんじゃないかっていう、まあ、アドバイスだったりを僕がしたいと思います。で、これ、定員、グループセッションが3人もあります。で、例えば、予約したそのセッションに、その日1人しかいなかった場合はもう1人1対1でやらせてもらいます。はい、最高3人までっていうやり方です。例えば2人だったら2対1でありますし、3人いれば3対1でありますで、4人だとちょっと、子供たちが喋る時間が少なくなっちゃうなと思ったんで3人までにさせてもらいます。はい、で、LINE の公式 LINE がね、ちょっと出します、ね。はい、公式 LINE があるんですけど、公式 LINE を追加してもらうと、いつでも一応24時間対応可にしてるんですけど、僕もやっぱり現役中でいろいろ忙しいところがあるんで、午前練習だったりとかあるんで、昼の12時から、夜の11時までは LINE での質問だったりは対応 OK です。いつでもその月会費5000円払ってもらってるから、
はい、大丈夫です、はい、これが一つ目のメニューですね。で、次二つ目はマンツーマンメニュー、はい、で、これは一発です。先ほどとは違って一発1500円です。で、これなんで1500円にしてて、これ時間は30分です。はい、30分なんですけど、なんで30分で1500円にしてるかというと、マンツーマンだからです。これはもう一人しか入れないんで、もう絶対に1対1、まあ、だから、僕が用意してるさっきの5000円付き合い5000円払うやつで一人だった場合、まあ、ラッキーです。ラッキーっちゃラッキー。で、その今言ってる1500円一発は一発です。で、これなんで作ったかっていうと、例えば月に4回もうやらなくていい、じゃあ例えば月に2回でいいっていう人とかがもしかしたらいるかなと思ったんで単発にしました。わかんない、月に1回でいいよっていう人もいるかもしれないですし、はい、なので単発にさせてもらいました、はい。まあ、こっちは、まあ、より深く、まあ、喋れるかなと思ってます、はい。で、続きまして3つ目、これはまだちょっと確定はしないんですけど、ビデオ分析サポートです。で、これはちょっと僕も作ったんですけど、まあ、ちょっと大変ではあるなと思ったんですけど、例えば子供たちの試合を編集済みのもの、まあ、まあ最悪編集しなくても OK です。例えば自分で何分のプレイ見てほしいとか、そういったものを僕が一緒にビデオを見て、あ、ここのプレイこうした方がいいんじゃないとか、そういったアドバイスをできればなと思ってます。はい。まあここはすごい、やっぱり内容が濃くなるというか、僕もしっかりプレイを見て判断とかさせてもらうんで、濃くなると思ってます。はい。で、最初に言った、グループセッションのサポートで、2個目に言った、単発の、ね、一発のマンツーマンのセッション、どちらも、まあ、やっぱりゴールキーパーなんで、メンタル面、はい、ゴールキーパーメンタル面大事だと思ってるんで、そのメンタルの持ち方とか、はい、で、他には僕もまだ現役中なんで、食事だったり筋トレだったり僕すごい好きなんで、まあ、そういったところも、うん、まあ、サポートできればなとは思ってます、はい。なんで全然相談してもらって構いません。はい、はい。で、一応来週の25日月曜日から26、27、28、29日の金曜日まで1週間、ここは無料体験レッスンになります。はい。なので、そこでのセッションは無料です。で、どうやって予約するのって話だと思うんですけど、予約の仕方は、ホームページの予約っていう欄があります。そこに行ってもらうと、日にち、時間を設定できると思います。そこから予約してください。で、予約の時間は大体これぐらいです。僕がセッションをやる時間はこれです。なのでこの中からセッションを選んでください。予約欄にありますね、はい。で、そこに一応例えばグループセッションだったら残り何人とか見てるんで、まあ、例えばいやできるだけ喋りたいっていう人であれば人が少ないところを予約するのもありですし、で逆に僕が一つ思ってるのは、他のゴールキーパーの私と喋るっていう機会も僕はちょっと大事かなと思うんですよ、はい。他の地方のじゃあこいつ頑張ってんだとか、こいつこんなプレイしてるんだ、じゃあ分かんないですけどいつか試合とかであった時に、あ、ヒモコーチのところでやってたよねとかもなれば、これめちゃめちゃ嬉しいですけど、なんかそういうね関係とか、まあ、やっぱりサッカーってわひいですから、と思ってます。はい。なので皆さんぜひ予約を、一応ホームページの URL と、LINE 公式追加の URL は貼っておきます。はい、よろしくお願いします。で、やっぱゴールキーパーってやっぱりやってる人しか分かんないと思いますよ。本当に特殊なポジションなんで、はい、本当に分かんないと思いますし、今も自分でさえやっぱり成長していきたいなと思ってますし、成長をちょっとずつですけどしてると思ってますし、でゴールキーパーやってない人にああだこうだ言われてもそれってやっぱり入ってこないんですよね、ゴールキーパーって。多分なんでやっぱりゴールキーパー分かる人からこう意見をもらうっていうことはものすごい大事だと思いますし、うん、で、その中で、やっぱりゴールキーパーって、キーパーコーチがいて、まあ大体、ゴールキーパーコーチの人って、まあ現役ではないと思うんですよ。で、やっぱりゴールキーパーを現役でやってるからこそ分かるっていうところは、多分僕絶対そこは、他のゴールキーパーコーチと違うところだと思うんですよ。まあプロ目線っていうか、現役目線で子供たちにアドバイスはできると思ってます。はい。そこを僕は無理にしてます。はい。なので、まあ、僕は子供たちと一緒に成長しますし、全力で子供たちのサポートをしたいと思ってます。で、まあ、もしこの動画見て、まあ、わかんないですけど、自分がゴールキーパーやってなかったり、自分の
ね、お子さんがゴールキーパーやってなくてもこの話を聞いて、あ、なんか気持ちいいコーチに教えてもらったら上手くなりそうだなとかあったら、全然たくさんとか紹介とかぜひしていただけたらなと思ってます。はい、でここでラストの得点です。はい、得点なんですけども、得点は、はい、皆さん聞いててください。最初の1ヶ月限定します。4月です。4月のグループセッション、グループセッション皆さん覚えてますか？グループセッションは月に4回のグループセッションと LINE の対応、まあ、LINE の質問とかですね、24時間対応しますよっていうサポート、はい、これが月会費5000円ですを、なんと半額の2500円にしたいと思ってます。はい、素晴らしい。でもそのまま継続される方は5月からは5000円になっちゃいますけど、普通に戻って、はい、4月は2500円になります。でもこれなんだかんだ結局、あ、無料体験しないと分かんないと思うんで、まずは来週月曜日から始まるセッションに参加していただけたらなと思います。まあ、本当にその1週間のセッションはどちらかっていうとコミュニケーションを取るっていう形が多いと思うんですけど、まあ、その中でゴールキーパーのことに触れては絶対いきますけど、はい、なのでまずはホームページから予約をしてもらって、オンライン上で僕と会いましょう。はい、で何度も言うんですけど、僕本気でやりますんで、子供たちが少しでもね成長して、上手くなったとかこれできたっていうのも少しでも聞きたいんで、はい、皆さん拡散紹介だったり、もしくは入ってもらったりしていただけたらなと思ってます。そしてこのオンラインスクールが、今後ね大きくなっていけば、クリニックをね、例えばその地方に行って開く、実際にゴールキーパートレーニングを僕がオンラインではなくてね、僕が実際にするだったり、そういうことも可能であるというか、できたらなと思ってます。じゃあこれ方法はですね、まずは LINE 公式アカウントを追加します。はい、もう何度も言いますけど載せます、ここに LINE 公式アカウント載せますと。はい、で LINE 公式アカウントを追加してもらうと、僕から挨拶のLINE できます。はい、それに対してここからもう重要です。一番聞いててください。 YouTube を見てきました、書いてます。YouTube を見てきましたで送ってもらうと、はい、4月1ヶ月が2500円、半額の2500円、はい、になります。なのでそこお忘れなく、 YouTube を見ました、はい、これが大事です。なので皆さんそこを忘れなく、はい、そんな感じでサッカー選手兼ゴールキーパーコーチ兼 YouTuber 兼モデルの石原俊志をよろしくお願いします。それでは